じゃあ今日はね、はい、いよいよミキといえば、はいはいはい、ここに来たかったと。そうなんですよ。こことかも来たかったと。そうですね。この次かな。ちゅうかここあるのか知らんかったんで、はい、あ、そうですよね。市役所行って、こんなんあるのみたいになってですね。で、行きたいってなってはい、はい、で、これこれね、なんかぽいじゃないですか。これすごいでしょ。ここを囲ってるんですよ。はい、あの、羽引きの時もね、はい、こういう感じのとこ来て、え、どうすか、どうすか、どうすか、おー、どうすか、おなるほど。なんかいっぱい書いてる。これはめっちゃいいじゃないですか。これちょっと面白そうですね。はい。え、で、要は竹中半兵衛のお墓、はい、お墓ガチのやつですかね。ガチのやつですかね。あ、ここで読みましょうか、はい、竹中半兵衛の墓、はい、一斉の軍略兵法家として知られた竹中半兵衛、はじめ斎藤辰興に属し、はい、後に織田信長に従い秀吉と共に各地を転々とし、はい、主君を立てました、はい、しかし三木城の攻防戦が竹縄の頃、うんうん、平井山の陣中に胸を病み、一時は京都に移って療養していました、はい、が膠着した戦況を心配し、うん、この地に帰ってきました。そういうことか。それでここにか入って、ほんで病魔で、亡くなったみたいですね。はいはいはい。え、36歳。そうですよ。若くしてあれなんですよ、病気がちで。マジですか、うん、ほんで秀吉は天下人やって予言して、はあはあ、亡くなったと。はい。で、秀吉はお先真っ暗と人前もはばからずに遺体に取りすがったと言われていますと、はい、おー、そんな逸話あったんですね。知らなかったですね。はいはいはい、だからここにお墓あるんですね。これは間違いないですね。間違いないでしょうね。この木もその時に一緒に植えた木なんですかね。いや、どうなんでしょう。いや、まあ、立派な木ですよ。でもでしょう、ね、便安来そうな、はいはい、か、あのオーナーさんね。あ、はい、もう、いや、ここは真面目に行きましょう。ここは真面目に行かんと、ね、間違いない。一番来たかったとこやし、はい、あ、そうですね、半兵衛ですからね。そうですね、はい、あの、軍師半兵衛ですよ。軍師半兵衛、はい、官兵衛じゃなくて。ややこしいですね。官兵衛半兵衛、はい、まあ、両兵衛って言われてましたからね。あ、そうなんですか。ええ、官兵衛と半兵衛で。とっさん気づきました。はい、いや、気づいてないです、この謎。何さすがやっぱ名軍師。はいはい、名軍師のお墓ね。はい、気づきました。え、なんか気づかないですか、これ見て。ちょっと待ってくださいよ、はい、これ見てなんか気づかないですか。ちょっと引いた方が分かりやすいかな。なんでそうなってんのっていう。え、分かんないですか。気づかないですか、はい、でも僕ちょっと分かっちゃいました。すいません、申し訳ない。はいはいはい、僕あの、それ謎解きしよう思ったけど、はい、純粋になんでそうなったか分かっちゃいました。あ、はいはい、大したことなかったですわ。あ、そうなんですか、はい、まず何が違和感あったんですか。これ入り口入るでしょ、ええ、お墓の向きちょっとずれてるじゃないですか。あ、はいはい、だからやっぱ軍師やから、はい、何か意図があってずらしてんのかな思ったんですよ、ええ、はい、なるほど。でも僕気づいたんですよ、はい、あ、そっかと、この壁後で作ったんやとそうですね。ただ単にこの入り口が、はい、もうこのね、土地の兼ね合いで、はい、こう向きにするしかなかったと。そう、はいはい、こうずらすわけにいかんかったから、はい、ずれたんやと、ええ、もともとこの位置向きで立ってたと。お墓はね、お墓はね、お墓はね、ということに今ボッツさんに振った後に気づいたんで。なるほど、大したことじゃなかった。そうです、ね、やっぱ軍師っていうから、うん、やっぱあるじゃないですか、方角で家康もすごい方角うるさかったとか、はい、この先に何かがある、はい、もしくは門からちょっとずらすみたいな、はいはいはい、そういう意図があったんかなと思ったんですけど、はい、なかったです、なかったです、なかったです、申し訳ない、はい、申し訳ない。もう今みんな期待してたのに。で、この手前のは明らかに最近ですよね。やっぱり違いますわ、ボッツさん。何何、僕の違和感はやっぱ作薬ですって。はいはいはい、これあるでしょ、はいはいはい、これの明らかにずれてないですか。ああ、ね、それも後付けちゃいます。これも後なんですかね。それ後付けちゃいます。あ、そう、後ですよね絶対。でもこれぐらいちゃんと立ててもよくないですか。だからこの壁と同じに作ったとか。あ、同時期に。はいはい、ちゃうんかな。でもなんかあるかもしれないですよ。確かにね、確かにね。
お、はいはい、ちょっと申し訳ない、はい、読める量じゃないんで、そうです、ね、はい、こう見てもらって、はい、ストップしてもらってね、これ何なんでしょうね、これ何なんですかね、はい、でもちょっとね、これほんまにちょっと切ったら手合わせていきたいところだね、はい、そうですね、はい、そう、ほんまにそうです、ただこれ木は絶対そのお墓を作った時に植えてますよね、いやー、か、それ以前にあったかですよね、あ、逆に木の下に、お墓の下にっていうのよくあるじゃないですか、確かに確かに、うん、確かに、なるほど、ただこの、いや、僕これ目的にですよ、はい、この手前の綺麗なお墓、お墓っていうか、はいはい、これいらんと思いません、確かにね、もう奥のね、門だけでええような気するけど、この周りのやつとか、やっぱでもこの地元の人がしたらどうしてもこう供養したいっていう気持ちがこう、はいはいはい、まあ、気持ちはね、わかるけど、なんかね、なんかね、ちょっとずつずれてるんですよね、え、ちょっと、うん、なんかやっぱ違和感がね、あ、そうか、お墓の正面で言うとここか、そうでしょう、え、そうですね、この灯籠はずれてますね、確かにね、なんか違和感あるでしょう、はい、絶対なんかやっぱあるんですよ、で、もうほんまにお線香も、うん、はい、のこの向き、あ、はい、ちょっとね、普通ね、はいはい、こうひねって置きますか、こう、こう置いたんだったら分かるけど、あ、はいはい、え、普通こう置かないですか、左手やってもこうでしょ、おかしいですね、それはおかしいでしょ、はい、だからひょっとしたら、はい、メインでこう、うん、されてる方が、はい、ちょっとこう、はい、ずれた、こうずれてる、そう、ただ線香こうなかなかないですよね、それは確かにね、ないでしょ、横からやったんちゃいます、横からやったんですかね、横からやったそれはありますね、はい、はい、じゃあボツさんが一番ね来たかった、はい、竹中半兵衛、竹中半兵衛ね、はい、軍師のお墓ね、はい、あのドラマにも出てきた、あ、ですね、出てきた、はい、じゃあ明日の動画もお楽しみに、はい、お楽しみに。